それでは新型コロナウイルス感染症の発生についてご報告いたします。昨日2月8日、医療機関および徳島県立保健製薬環境センターの検査により、2名の新型コロナウイルス感染者の発生が確認されました。県内では397例目となります。それでは感染者の概要をご説明いたします。なお、公衆衛生上の観点からお住まいの都道府県名および市町村名を公表します。まず396例目の感染者についてでございます。年代は80代女性、兵庫県在住の方であります。徳島保健所管内の医療機関において陽性が確認されました。職業は無職です。続きまして397例目の感染者について、年代は20代男性、徳島保健所管内藍住町在住の方でございます。職業は会社員です。感染者の発症日や症状、行動歴につきましては記者の皆様のお手元に配布の資料をご参照ください。なお、現在新型コロナウイルス入院受け入れ医療機関に396例目の方はすでに入院済み、397例目の方は入院調整中であります。また現時点での濃厚接触者については396例目の方は同居のご家族6名となりますが、検査については居住地の自治体に依頼済みであります。次に397例目の方は濃厚接触者はなしでございます。なお、現在継続して積極的疫学調査を実施しているところでございます。プライバシー保護の観点からぜひご配慮をお願いいたします。今回の発生でまた高等学校関連クラスターについて動きがありましたのでご説明いたします。本日発表いたしました397例目の方は1月26日に陽性が確認された374例目の方の濃厚接触者に当たる方です。従いまして、この方をクラスターに含めることとし、陽性者数はこれまでの47名合わせて全体で48名となりました。少し図でお示しをいたしますと、クラスターの全体像でございますが、本日発表する397例目の方、374例目の鳴門高校の生徒さんのご家族の方でございます。この397例目の方でございますが、濃厚接触者としてこれまで2度検査を受けられて陰性が確認されておりました。今回3度目の検査で陽性となった方でございます。このように一度陰性が確認されてから時間を置いて再検査をすると陽性に転じるケースが多く見受けられますので、陰性の結果が出た後もその後の行動については保健所の指導をよく聞いていただき、ご自身はもとより周りの大切な方を守る対応をお願いいたします。またこのように全国的に家庭内感染が多く確認されており、本日のケースもその家庭内感染のケースでございました。家庭内感染の防止、非常に難しいところでございますが、再度ご注意をお願いしたいと思います。これまでもお示しをしておりました家庭内での感染予防対策についてでございます。まず、感染が疑われる方が家庭にいる場合には部屋を分けましょう。そしてお世話はできるだけ限られた方でしましょう。そして全員がマスクをつけましょうという3点にご注意いただきたいと思います。また普段から注意する点といたしましては、手洗い、うがいをしましょう。換気をしましょう。手で触れる共有部分を消毒しましょう。汚れたシーツ、衣服を洗濯しましょう。ゴミは密閉して捨てましょうという5点でございます。
以上8つのポイントにご注意いただいて、家庭内での感染防止に取り組んでいただきたいと思います。最後に繰り返しのお願いでございますが、県民の皆様方には外出時のマスクの着用、3密の回避、手指消毒、うがい、家庭内での部屋の換気、共用部分の消毒など、決して気を緩めることなく、基本的な感染防止対策の徹底を改めてお願いいたします。またご本人も含め、ご家族の方などで体調の悪い方がいらっしゃいましたら、早め早めにかかりつけ医に電話でご相談の上、医師の指示に従っていただきたいと存じます。報告は以上となります。すみません。症状についてはそれぞれ軽症と無症状ということでよろしいですか。ですね、396例目の方は重症でございます。397例目の方は無症状です。396例目の方の感染経路としては、兵庫県内で感染したというふうに思います。はい。検査を受けることとなった経緯も含めてご説明いたしますと、この方は兵庫県在住の方でございますが、2月の7日に徳島県内の医療機関に救急車で搬送され、そのまま入院されました。そしてこの医療機関で抗原定量検査を実施したところ陽性と判明したものでございます。従いまして運ばれてきてすぐ検査をして陽性ということですので、おそらく感染をされた状態でこちらにいらっしゃったんだろうというふうに考えております。ちなみに来県したのは何日頃？2月の7日に救急車で。あ、そのままその救急車で。そうです。あ、なるほど。397例目の方ですが、はい、374例目の方だと思う。ご兄弟。ご兄弟。3度目の検査になった経緯を教えてください。はい。まず一番初めに374例目の濃厚接触者として1月27日に検査をして、この際陰性でございました。その後、この方ご家庭の中で少し日を置いて徐々に感染が広がっておりまして、386例目の方が同居のご家族なんですが、この方が陽性と判明した後、2月の1日に再度 PCR 検査を実施して、この際も陰性でございました。でその後さらに395例目の方の陽性が判明しましたので、その濃厚接触者として2月の8日、3度目の検査をされ、この時に陽性となっております。すみません、それに関連してなんですけど、ごめんなさい、ちょっと念のため確認で、374例目の方が、鳴子高校の生徒さんで、はい、397例目の方が、374例目のお兄さん。お兄さんですね。で、374例目と397例目が同居されている。同居されています。2月1日に症状が出て、その後の経過を教えてください。はい。発症日2月1日でございまして、この日に吐き気があったと。で翌2月2日鼻中と全身倦怠感、そして2月の3日から2月の6日までの間、咳、鼻中、全身倦怠感があったと。で2月の3日に常備薬を服用されています。そして2月の7日に 37.1 度の発熱と咳、鼻中、全身倦怠感で、この日に救急車で運ばれてきて検査となっています。でちなみに2月の8日は熱は自然に下がり、咳と鼻中と全身倦怠感があるということでございます。396例目の方が重症ということなんですけど、肺炎の所見があるとか、集中治療を受けているということと人工呼吸を行っているということで重症という数です。
患者から以上です。ちょっとお願いします。はい、396例目の方なんですけども、はい、この方、そしたら今のお話伺っておりますと、何か持病があって運ばれてきたというのではなくて、おそらくコロナの症状と予測される症状が重くなったので、徳島の病院に運ばれたというような。そうです。はい、救急車を呼ばれて、でどこに行くかとなったときに、こちらの方にいらっしゃったということです。ちなみに、この2月7日に入院した医療機関に、もう継続か、もうコロナ受け入れ医療機関で継続していらっしゃるという認識でいいんでしょうか。まあ、あえて申し上げますと、そうですね、そのままそこに移されたものです。すいません、さて96例目の方なんですけど、2月1日から7日に徳島県内の医療機関に搬送されるまでは、ずっと兵庫県内のご自宅にいたというふうに伺います。というふうには伺っていないので、言っていないんだと思います。救急車を呼んだきっかけというか、なんかこう何かがひどくなったので呼んだのか、おそらく息苦しさがかなりあったんではないかと思います。こちらに来られて集中治療に入られ、人工呼吸もされているので、多分呼吸の状態が非常に苦しかったのではないかと思います。397例目男性は本人含めて同居5人家族で、それなんで全員が陽性というか、結果的にそうです。全員5人全員その374例目の方の濃厚接触者となって、その後ご家族の方が順次陽性判明してきましたので、健康観察の期間もずっと伸びてきておりまして、最初に健康観察に入られたのが374例目の濃厚接触者となった1月28日、この日以降はご自宅で待機ということで、お仕事は在宅勤務、まあ、テレワークの形でされていたというふうに伺っています。その健康観察期間の考え方なんですけども、今おっしゃったように、最初にご家族、まあ、弟さんだと思うんですけど、最初に陽性と分かって濃厚接触者になったのが1月28日で、それから、まあ、通常であれば2週間だと思うんですけど、その他の家族の方が感染していって濃厚接触者になったら、そこがまた規制になって2週間ずつ伸びるってことですか。そうなります。そしたらこの方、すみません、最終 の、 健康観察期間って何日まで。最終で言いますと、395例目の濃厚接触者になったところからスタートしますので、2月8日から2月21日まで。一応の確認なんですけど、この方最初にその南部高校の生徒さんが陽性になられてから、順次感染者出たんですけども、まあ、ご家庭の中で同居して過ごしておられたということですね。そうですね、はい。
ございますでしょうか。順番にですか。そうですね。あえて申しますと374例目がスタートで、はい、次386例目この方が1月31日に陽性と判明しておりますが、これがお母様、はい、次389例目、2月の1日に陽性と判明しておりますが、この方がお父様。395例目この方が2月の6日に陽性と判明しておりますが、この方が弟さん。397例目本日発表している方が本人さん。それでは順次申し上げます、6指標まず1つ目直近1週間2月2日から8日までの間の新規報告者数は8人です。で2つ目の指標前の1週間と比べて多いか少ないかですが少ないとなっております。ちなみに前の1週間は18人です。3つ目感染経路不明割合ですが8分の3で 38% です。ちなみに感染経路が不明の3件は390例目、391例目、393例目です。4つ目、病床の逼迫度合いですが、確保病床200に対しまして、入院調整中の方を含めて28でございますので、200分の28。で 14% うち重症者用の病床は25分の3で 12% です。5つ目の指標療養者数ですが入院調整中の方を含めて28宿泊療養の方は0でございますので合わせて28人です。6つ目の指標 PCR 陽性率は782分の8で 1% となっております。